ゆくはしし、ゆくはししは、福岡県の東部に位置するし、福岡県東部に位置し、北九州市から南南東 25km、福岡市から東 65km、大分県中津市から北西 25km の場所に位置する、建築地域、福岡県の東部地域の中心都市である。九部全国、市政施行前は、京都軍に属していた。 ゆくはし駅前を中心に市街地を形成しており、この東側には住宅やゆくはし駅前通りの沿道には商店等が集中している。近年は北九州市のベッドタウン化が進み、駅の西側には大型ショッピングセンターやマンション等が多く建設されている。ベッドタウン化によって、市政当初1955年の人口は4万人ほどであったが、 2005年の国勢調査で人口が7万人を突破し、現在でも人口は増加傾向にある。その他に、ニュータバル駅周辺にも市街地が形成されており、稲戸地区には工業団地が整備されている。地域南西部では住宅は少なく、ほとんど水田地帯であり、この地域では農業が盛んである。2006年3月16日に、北九州空港、 北九州市、神田町が、開港、2014年3月23日に、市街地の西側にある東九州自動車道、行橋 IC が、国道201号、原道、バイパスに接続した。また、行橋市には、東九州自動車道、今川 PA と、今川スマート IC もある。市の東側に、海、スオーナダがあり。 そこに市を東西に貫く三本の川に旧河川の今川、長尾川、原井川が流れ込んでいる。また、地域のほとんどが平野部、京都平野で、産地は少なく、産地は南西部の宮古町と隣接する地域と北東部北九州市と隣接する一部地域に存在する程度である。カルスト大地で有名な平尾台の麓に位置する。 市内中心部を流れる今川下半は遊歩道として整備されており、春には川沿いに植えられた桜が満開となり、8月には夏祭り、コスモッペの会場となる。気候は瀬戸内海式気候で温暖であるが、冬場は日本海側気候の影響も出てくるため、限界な大沿岸部ほどではないが、曇りが多い天気が多く、雨、雪が降る日もある。 一冬に数回程度の積雪に見舞われることもあるが、降水量は九州地方の中でも少ない地域であるため、年間を通して晴天に恵まれる機会が多い。北九州市中心部から約 25km と比較的近いことから、昔から経済面、文化面などで北九州市との結びつきが強く、北九州市への通勤通学圏内である。 北九州都市圏の10%通勤圏に属しており、特に小倉北区と小倉南区、神田町への通勤通学人口が多い。また、市内中心部には公立高校が2校あるため、建築地域全域からも多くの高校生が通学している。また古来より、田川地区との交流も盛んであり、行く市と田川市の中間地点にある、中愛峠、現、 国道201号新中アイトンネルは1日の交通量が2万台を超えるなど交通の要所となっている。他にも行橋駅と田川板駅を結ぶ平成筑法鉄道田川線が今川に沿って伸びており近代では筑法地域の石炭を神田港へ搬送する役割を担っていた。7世紀頃アジア大陸からの攻撃を防ぐために都町境の御所が 竹、馬ヶ竹周辺に山城が築かれ、約3キロメートルにかけて城壁が設けられたとされる。現在でも良い状態で城壁は残されており、御所型に交互遺として国の史跡に指定されている。しかし、学説では多くの議論がなされているが、未だに不明な点が多く残されている。また、市内の延べ長屋読縁遺跡は現在こそ内陸部に位置しているものの、 かつては湾が入り込んでおり、古代交通の要所であった、美濃と茅野津があった場所と推定されている。小倉と武前、八谷の間に位置する行橋市は、江戸時代には中津街道、国道十号沿いの宿場町として発展した。明治時代以降は、建築地域の中心都市として、現在に至る。筑地方にも近いことから、年代以前は、 地区法丹田から国道201号、国鉄田川線、現、平成地区法鉄道利用石炭が輸送され、行橋市経由で、神田町の神田港に輸送していた。当初は、豊津町、勝山町、西川町、旧椎田町、旧椎木町で2001年頃から合併協議を進めていたが、2003年11月に、旧椎木町議会で、 豊地区一市二町合併協議会設置案2005年3月解散が可決され、旧追記町が協議会を離脱し、合併協議会は同年12月に解散した。椎田町と追記町の二町は対等合併して2006年1月10日に築城町となった。その後、旧豊津町、旧勝山町、旧西川町で合併勉強会を立ち上げるが、 議員定数をめぐり意見が折り合わず、この合併勉強会も解散した。この三町は、対等合併して2006年3月20日、宮古町となった。歴代市長、現在、市内に、公立認可保育施設は設置されていない。保育所認定子ども園地域型保育。市内全域、0930、市域南部のニュータバル駅周辺は、県内有数のなし。 桃、いちじなどの果物の生産地が盛んであり、ニュータバル地域の国道十五号線沿いには果物の直売所も点在している。巣尾灘に面している、ゆくはし市は漁業も盛んで、シャコや渡りガニ、この地域ではガザミと呼ぶなどがよく知られており、また、ミノ島地区と東道地区はカキの養殖を行っており、一般人も直売所で買うことができる、冬場のみ。 その他に、アサリやマテガイ、キヌガイなどの海産物の産地であるため、春先から初夏にかけては潮干狩り、有料500円でにぎわっている。ニュータバルには、ローム、福岡本社工場が立地しており、稲道地区には、工業団地が整備されている。ゆくはし駅東側は、建築地域屈指の商業地であり、ゆくはし駅前通り、恵比寿通り商店街には、多くの商店が軒を連ねる。 市街地を南北に縦断する福岡県道28号、旧国道10号、行事付近の国道201号沿いには、商業施設、主要な金融機関が揃っており、隣接する京都郡、神奈町、宮古町、築城郡西部、築城町との経済的結びつきが強い。1990年頃からは、行橋丸和三丸、夢田海行橋、 コスタ・ゆくはしなどの郊外型ショッピングセンターの進出が進み、ゆくはし駅前通り、恵比寿通り商店街は衰退しており、中心部が空洞化するドーナツ化現象も進んでいる。しかし、ゆくはし駅前再開発により1999年にゆくはし駅が高架駅となり、駅東側には商業施設の進出が進んでいる。さらに2003年には、 駅高下下に触れスタゆく橋が開業したため、駅前東口を中心に活気を取り戻しているが、駅前商店街の衰退は依然として進んでいる。北九州、中津方面には国道10号が南北に伸びており、市内から北九州市中心部までは車で約30分。中津市までは車で約40分である。筑豊福岡方面には 国道201号が伸びているため、田川市まで車で約50分である。2014年3月23日に、東九州自動車道の神田北九州、空港 IC 行橋 IC 間、同年12月13日には、行橋 IC 今川 PA-6 宮古新 IC 間が開通した。また、日豊本,本線 JR 行橋駅から、 北九州市小倉駅までは普通列車で約30分、快速列車で約20から25分前後で、特急列車では約15分である。また、行橋駅から平成地区法鉄道で、田川市、宮古町西川方面へ行くことも可能である。北九州空港、北九州市、神田町が、最寄り、車で約15分。かつては、市内各地を、 西鉄バスが運行していたが2000年代に大半の路線を廃止し、地元のタクシー、貸切バス事業者である太陽交通が路線を引き継ぎ運行している。現在、西鉄グループの西鉄バス北九州が北九州市南部と行橋市を結ぶ一般路線バス1路線と福岡市と行橋市、北九州市と大分市をそれぞれ結ぶ高速バス2路線を運行している。 市内に重要港湾、地方港湾はなく、漁港のみがある。なお、隣接する神田町に、神田港が整備されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。